ポンちゃん。はい、ポンちゃん。ポンちゃん。ジャン君も。ごめんね、つらかったと。ポンちゃん。ポンちゃんも撫でてほしくなると来るね。はいはい。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。撫でてほしいな。ポンちゃん。よしよし。ゆるい。ポンちゃん。はい、ジャン君。じゃあ、これやりますか。ジャン君、はい、おいで。ちょっと粘れてるよ。来ないなら、ポンちゃんやっちゃえよ。あ、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。うん、うん、うい、いっぱい取れた。はい、ジャン君。はい、ジャン君。よいしょ、はい、近すぎてピントが合っていませんでしたが、イチジクだ、うましょう。これはうまいよ。大好きです。お届け物でございます。またいただきました。ありがとうございま す。じゃあ引きの絵にしていきますと、まずイチジク、はい、イチジク、こんなやつね。そしてニンニク、黒ニンニク。これは多分匂いがあるからということです。袋に入っています。黒犬の、はい、私も好きだし、黒犬の大好物、はい、くっついてる。これを食べると風邪ひかないよ、的な黒ニンニク、はい、黒ニンニクと、はい、ね、そして、そしてなんか前に話題になったやつかな、はい、牡蠣のだし醤油、オイスターソースではなくて、うん、醤油なんね。そうそうそう、すごいね、はい、なんか美味しそうだよね。よいしょ、これは何でしょう。何かがすごいすごいきちんと入ってはります。袋に入った、あ、あ、何、おそうめん、なんか美味しそうな。そうめん紀州の男児、じゃあ紀州じゃない、九州男児という、あ、そういえばさ、鹿児島に行った時に、え、豚骨、じゃあラーメンの麺、煮込んで作り上げた本格派の豚骨スープですって書いてあるよ。豚骨のラーメン用と、これは冷やし中華かぼす、あ、うまそうだね。あ、この麺でそれができるってことなのかな、両方。そういうことですね。はい、おー、すごい、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃんチェックお願いします。どうぞ。いや、あのぐらいだとね、開けてもらわないと泣き続けます。そうなん。さあ、じゃあポンちゃんを迎えに来ている間に次を出しますよ。はい、来ました。開けてあげると、はい、ポンちゃん、ほら、ポンちゃんチェックしていいよ。はい、ポンちゃん、あ、グムね。はい、乗って乗って、ほら、ポンちゃんみたいなのも来てるんだよ、ほら。はい、かわいいな。カルディです。
ハロウィンだね、きっとね。あ、そっか。なんかね、カルディの中に何かお菓子が詰まってそうな感じの、いやー、そしてデーツでーす。デーツ、黒岩くんがさ、デーツがさ、なんだろうデーツってって言ってたのを、チャットでも、チャットじゃなくてライブでも言ったっけ。うちの中の会話だけだったのか、どっちか忘れちゃったけど。デートの複数形だから、50人対50人でデートをするとデーツ。違いますよ。そういうことじゃないね。果物ですよ。はい、これ中身は綿で、これはそしてカルディの袋、エコバッグね。それ。そしてこれはニャンでしょう。ペッ、ペテナ。ペッ、あ、ニャンコの。ペットっぽいね。ニャンコとワンコ。あ、ん？ニャンコとワンコ。ティーナ。ペッティーナ。ペッティーナ。はい。ペットのなんかです。ちょっと開けてみ、あ、ワンちゃんスリスリ。ワンちゃん。ワンちゃんがスリスリしている間に、カッターを探します。あったー。ポンちゃん、ちょっと失礼していいですか？気をつけてね。ポンちゃんを切らないようにしないと。気をつけて。あ、ひげ危ない。よいしょ。ポンちゃん、気をつけてください。わかった。赤かな、赤かな。赤かな、赤かな。ポンちゃん、あ、痛い痛い、危ない危ない、肩危ない、痛い痛い、よいしょ、ポンちゃんのかな、あ、開かない、ポンちゃん開かない。ちょっと待ってね、ポンちゃんのかな、ポンちゃんのかな、もりゃ、なんだろう。はい、サンキュー。え、は、なに、ああ、見守りカメラ？そんなやつでございます。ございます。なんかすごいの来ちゃったよ。こりゃえらいこっちゃ。はい、まあ何があってもありがとうと言っていく、と決めていますので、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。なんかクーポン券ついてたよ。あらば。あ、これを買うとね、これを買ったからクーポンくれるってやつ、はい、すごい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ポンちゃんの見守り、ポンちゃんを見守らせていただきます。はい、いただいたね。そしてよいしょ、もうトント雑誌なんて私何年もご無沙汰でございます。ポリ、はい、アンアンのにゃんこだす、かわいい、なんか、あ、なんか立体的ね、上に貼ってあるね、これ。貼ってあるんじゃなくって、こういう印刷じゃないの？コーティング、ここだけコーティングされてる。こっちはここも、ここもここはザラッとしてて、ここツルツル、なんかそういうコーティングしてある。そうそう、はい、猫特集っぽい、猫特集です。アンアン、ありがとうございます。そう、時々ね、アンアンとかね、あのファッション誌がニャンコの特集するんだよね。昔ね、ジャン君も雑誌に載ったことあるんだけどね。ジャン君、もう今や忘れられて、ジャン君だっけ、チョキじゃない、ジャン君じゃないのか。そうです、チョキです。ジャン君は乱暴者として評判受けてたからね。すごい、そんな、ね、ポンちゃん、こんな立派なにゃんこ特集、何年ぶりでしょう、はい、これがメインかな。違うよね。メインはこれだと思うよ。ね、うん、かな、はい、これはトカゲではなく、カエル、あ、カエルです。カエルくんです。カエル入ってます。すごい大きいカエルくん。私の好きなカエルくん。おん。カエル。ポンちゃん。はい。ポンちゃんチェックしに来て偉いね。もう絶対裏切らないもんね。ジャン君は寝ています。よく寝てんのかな？寝てるね。完全にぐっすり寝ています。じゃあ、はい。これが見守りカメラのようです。まだ、説明書を読んでいないので、どんな使い方をするのかわかりませんが。なんか可愛いです。ねえ、可愛いね、うさちゃんのね、うん、さあ、そこへまだ袋の状態この
はい、このバラバラ事件みたいになってますがこれです。カエルが苦手な方はごめんなさい。うちはこれヨットって感じです。これでーす。かわいい。はい、どうもありがとうございます。さて、じゃんけん夜になりました。今日も少しだけね、留守番あったね。もう毎日のことだから慣れたね。お父ちゃん散歩に行かないと体がなまるので、はい、ポンちゃん、はい、で、すいませんが、お留守番に慣れてくださいね。そして、そうか、今日これ使わなかった。電気が、バッテリー充電完了かな？どうだろう。そのうち使います。まだ使い方がちゃんと把握できていません。そしてカメラ、カメラ類がね最近多いので、こうやって普段は置いておきます。ちょうどいい青ぎ見る